sky's so pretty right now. I wonder if you're pretty. 今日はベウリーの、写真撮影です。いろいろ、またね1月の新作もうこれ撮ってるのは1月末2月もう2月になるかのものとかもあるんだけど、かわいいアイテムがあるのでちょっとチラ見せこれめっちゃ私すごい推しているアイテムです。すごいかわいいのこのニットが、はい、とりあえず、今からねちょっと、写真撮影頑張ります。はい、次もお気に入りのアイテム、ちょっと張り感のあるブラウスなんだけど、あえてこの胸元と下の部分がねちょっとこう開いている感じの、ブラウスです。いいよね、ちょっとメンズライクなんだけど女性らしさもあるそんなブラウスです。はい、というわけで、もう後半に入ってきたんですけども、このスカートも推しのスカート、めっちゃ可愛いの。レザーなんだけどこんな風に後ろスリット入っててタイト身のあるそんな感じのスカートです。かわいいとは思うけどちょっと古着っぽい感じ、ね、その場で考えるスタイルだね、いつもスニーカーとか可愛いじゃない。めっちゃいいよ、なんかアメカジって感じ、かわいいよね、組み合わせをしたかったの。何？ん？密着。密着。仕事始め。頑張ります。引き続き残りも。ギャル。おはようございます。本日はですね1月7日でソイルさんの博多阪急のねポップアップに立たせていただくので、もう準備がねできてもう出れるっていう状況なんですけども、今日1月7日であの七草がゆだったのでちょっとね見た目あれかもしれないけど、そう七草がゆ昨日作ってたんですよ、朝食べていこうと思って、なのでちょっとそれを食べてから行こうと思います。夫も今自分でついてます。いただきます。うん。おいしい。あれだったら海苔かごまか乗せてもいいよ。ああ最近は私たちは玄米を食べてるんですよ。そうだから玄米で。けんちゃんダメ。久しぶりのね店舗に立たせていただくっていうのがね楽しみな反面不安な反面緊張。もありみたいな感じなんだけど、とりあえずしっかり朝ごはん食べて今から行きたいと思います。頑張ろう。See you.
お家に帰ってきました。ちょっとね、あの車の中で寝てでもう顔が、もうすごい大変なことになっているので、さっさかね化粧をとりあえず落としたので、ちょっと顔から下で失礼いたします。うん、あのポップアップの後に帰りにお買い物したくて、久しぶりに、めっちゃ久しぶりかも、コスメデパコス買ったの、購入しました。なので買ったものを紹介しますね。先にまずはこれですね、 RMK の、インフィニットシングルアイズっていうアイシャドウ、これが気になってて、これを見て、ゲットしました。で本当は2色ぐらいと思ってたんだけど、店員さんのタッチアップであったり期間限定のものとかもあって、まさかの4つですね隣に夫がいて、そんなに買うんと突っ込まれましたが、いやもうね、ちょっとポップアップの後のテンション上がりで買っちゃいました色がね、だいたいピンクオレンジ系で、買ったんですけど、1番、7番、15番で、限定の03番っていう、カラーを私は買って、ちょっとまたね、カラーの詳細だったりとかはメイク動画とかそっちの方で、お伝えしようかなと思うんですけど、こんな感じ。これが、RMK パーソナライズケースっていうもので、まだケース入れてないんだけど、あのアディクションとかにもありますよね、こういうケース、磁石でできるから4つなんで、こう4つこう並べて入れようかななんて思って、これも1200円とかだったから買いました。一旦ちょっとまだ品番とかを覚えておきたいので、このまま使います。そしてリップ、このカラーが、ザマットリップカラーの EX01 番っていうカラーで、これもオレンジブラウンみたいな色だったんですけど、めっちゃ可愛くて、これも買って、であとこれね、めっちゃ久しぶりにあのファンデーションを買ってみました。あのすごいいいっていうのは雑誌だったりとかで見てたんですけど、もともと私ノーファンデだから、まあ、別にうんと思ってたけど、あのアイシャドウとかリップのタッチアップの時に一緒につけてもらったらめっちゃ綺麗で、薄付きなのに、そう全然こう塗った感じもなく、こうファンデーション苦手な方でも使えるかなと思って、ちょっとめっちゃ久しぶり、もう 4,5 年ぶりぐらいに買ってみました。ちょっとまたこれは塗ってみて、よかったら他の動画でもいろいろご紹介したいなと思うんだけど、でもね本当に塗り心地がそうよくって、こんな感じでピッて出して使うタイプなんだけど、101番っていうカラーを買いました。で SPF20 PA2 プラス入ってるんだけど、そう本当にもう手で綺麗に伸びるから、ツヤカバーナチュラル素肌感っていうのがめっちゃ良かったです。でこれから、お風呂に入るんだけど、その前にあの今年のスケジュール帳これ使ってて、トーリーコってところの使ってるですけど、これがこんな感じであの予定が書き込めるのと、こういう風な、感じのページもあるので、今、ここに日記とかを書いていて、これをちょっと書いてからお風呂に入ろうかなと思います。であとこのノートも、レウリーのポップアップの時にプレゼントしていただいて、色が私っぽいって感じで選んでくださったんですけど、これもお仕事用のノートとして使わせていただいております。なので今日は、ノート書いて終わりたいと思います。おはようございます。今日は夫がね、あの友達の結婚式でちょっと関東の方にね行ってるので、私は、昨日から実家にてんてんと一緒に行ってたんですけど、妹と今日はお買い物でということで、お買い物しに行きます。
はい、もうね、昼過ぎから出ようってことでもう夕方近いぐらいの時間なんですけど、ちょっとねゆっくりゆっくりしようかっていう感じで。なんで今リップ塗ると映らない関係？めっちゃ光っとるよ。意味なかった全然意味なかった。年明けて仕事始めからずっとこうお仕事お仕事お仕事って感じで、久しぶりにね今日はちょっと、お買い物お休みでってことなので楽しみたいと思います。で帰りは夫がねちょうど、福岡空港で、帰ってくるので一緒にちょっと最後合流してお家に帰りたいと思います。というわけでセブン寄りました。今泊まってます。はい、じゃあレッツゴー。ピース。適当に回しよる。美味しい？これ店員さんにおすすめしてもらったやつ、めっちゃ美味しいです。飲んでいい？美味しいね。ほんと、ジャスミン系ですね。美味しい。綺麗ね、新たな感じ。もう目が